南光、自分の挑戦いつ受けてくれるんですか。自分の挑戦いつまで逃げてるんですか。は、何言っちゃってるの。自分は決断しておきますよ。まだエマスがいますか。お願いします。正直誰がかかってきても誰が挑戦したいって言っても受けるつもりでいるし、特にスッカは後楽園で自分の初の後楽園のメインの相手だったし、このベルトを取った相手だから、1月7日仙台リボンが決まっていて、ベルトを持って仙台に行きたいなという気持ちが強いので、どうしても自分はベルトが必要です。去年の12月にボリショイさんからベルトを取って、被災地キャラバンに行ったり、アメリカに行ったり、本当にベルトに対する思いはすごく強いと思っています。やっぱり自分の元に来るべきではないのかなと思います。ベルトは本当に自分の一部だと思っているので、絶対に来ると思います。今までの中で強い挑戦者だと思うんですけど、未来に光りの自由な試合でしたいと思います。ブロックバスターではもう負けないと思います。ブロックバスター何回食らっても自分は立ち上がったらいきたいと思っているので、19日ぜひ見に来てください。